待ち合わせの時間まであと10分もあるのか。ハロウィンパレードが楽しみでちょっと早めに出てきちゃったけど。こんにちは。一人でこの格好で待ってるのって結構恥ずかしいかも。ただ会場で着替えるのはかなり混んでるみたいだし、誰か早く来てくれないかな。さやちゃん、もう来てたんだ。ずいぶん早いね。あ、リミリー、よかった、待ってたよ。え、どうしたの？さやちゃん顔が真っ赤だよ。だってこの格好で一人で待ってるのってさすがに恥ずかしくって、周りの人も不思議そうに見てくるし。わかる、わかるぞサーヤ、その気持ち。あ、アリサ、いつの間に来てたの？私もこの格好が恥ずかしくて物陰に隠れながらここまで来たって感じだから。ふぅ、やっぱりアリサちゃんの赤ずきんめっちゃ可愛いよ。全然恥ずかしがることないのに。いやいや、自分で言うのもなんだけど、この浮かれちゃった感じ、朝の空気に馴染まなくね？そんなことないと思うけど、絵本の中から抜け出てきたみたいに見えるな。わ、私の話はもういいんだよ。サーヤのそれは魔女だよな。うん、そうだけど、どう？サーヤちゃんもめっちゃ可愛い。大人っぽい感じがしてちょっとドキッとしちゃったよ。ありがとうリミリー、そう言ってもらえるとちょっと気持ちが楽になるかな。けどリミリンのナースすっごい似合ってるな。やっぱりピンクにして正解だったね。うん、みんながアドバイスしてくれたおかげだよ。本当にありがとうね。そしたらあとはカスミとオタエが来れば。ん？向こうから来るのってカスミとオタエじゃない？あ、本当だ。で、なんかぴょんぴょん跳ねてるみたいに見えるけど。何やってんだあいつら。みんなお待たせ、カスミと同じ電車だったよ。おはよう、今日はいよいよパレードだね。楽しみだね。みんなテンションを上げていこうね。いきなりテンション高すぎだっての。全部一人でやっちゃってるし。だって今日は待ちに待ったハロウィンパレードだよ。テンション上がっちゃうよ。もしかしてそれでぴょんぴょん跳ねてきたの？ああ、それは違うよ。ウサギもキョンシーもぴょんぴょん跳ねるから。リアリティだよね。そう、それ。なるほどね、そういうことか。かすみちゃんのキョンシーもおたえちゃんのウサギもめっちゃいいよ。テンション上がるのもわかるな。ありがとうリミリー。それじゃあ早速出発しようか。せっかくだから早く会場に行きたいよね。この格好で電車か、なんかかなり恥ずかしいな。確かにちょっとね。ねえかすみ、電車は混んでる感じだった？そういえばいつもより家族連れの人が多かったかも。やっぱりハロウィンだからかな。結構子供たちに話しかけられたね。やっぱりそうなるよな。まあけどみんなでいれば大丈夫だね。私もだんだん楽しい気分になってきたよ。サーヤちゃん、その調子その調子。今日はたくさん楽しもう。だね。それじゃあアリサも今日は思いっきり楽しむよ。サーヤ、なんかスイッチが入った感じだけど。よーし、みんな会場に向けて出発しよう。おー、いらっしゃいませ。こんにちは、さやちゃん。
リナさん、こんにちは。今の時間ってお仕事中じゃないんですか？ちょっとおやつを買いに来たんだよ。おすすめのパンはある？それなら期間限定のかぼちゃパンとお化けパンはどうですか？それぞれかぼちゃあんとクリームが入ってます。ハロウィン仕様なんだ。かぼちゃあんなんて珍しいね。こっちのお化けはかわいいパンだね。君もそれでいい？じゃあさやちゃん、2つずつお願い。はーい。それじゃあ包みますね。そういえばこの前ポキパでハロウィンパレードに行ってきたんですよ。あ、それってもしかして結構有名なイベント？はい、私たちも仮装して参加したんです。みんなで写真を撮ったり、あとステージでパフォーマンスをしたり。いいなぁ、とっても楽しそう。サーヤちゃんは何の仮装したの？私は一応魔女の仮装を。でも普通に街中を歩いてるとやっぱり目立っちゃうんで、ちょっと恥ずかしかったですけど。でもパレードが始まればみんな仮装してるんで、全然気にならなくなって素直に楽しめましたね。そうだったんだ。私も魔女のサーヤちゃん見たかったな。あ、写真なら残ってますよ。あった、これです。この写真、サーヤちゃんのお家？ポピパのみんなと弟さんと妹さんかな。みんな可愛いね。パレードの後にみんなが私の家に寄ってくれたんです。たくさんお菓子を持って帰ったら弟も妹も喜んじゃって、自分たちも仮装したいって言うんで、私たちの被り物とか小物とかをつけてあげたりして。その時の写真ですね。そうなんだ。きっと弟さんと妹さんにとっても楽しいハロウィンになったんじゃないかな。そうだったら私も嬉しいですね。あの喜び方を見てたら来年は連れて行ってあげたくなりました。かすみがよく面倒を見てくれるんで、みんなで行けば安心ですし。確かにかすみちゃんって面倒見良さそうだもんね。かすみって全力で遊びに付き合ってくれるから、弟たちもきっと喜ぶと思います。じゃあ来年はきっともっと素敵なハロウィンになるね。はい、今年も楽しかったですけど、来年はもっと楽しみですね。あ、お客さんいらっしゃいませ。お仕事中なのにちょっと話しすぎちゃったね。ごめんね。いえ、お話できてよかったです。こちらご注文のかぼちゃパン2つとお化けパン2つです。お待たせしました。